あ、なるほどなるほど。ちょっとI'm not afraid to die.
ますから、ね、独自性があの確か各種のこうやってやられてるしているはい、実は2人とも釣りが大好きで、YouTube に、番組になったりして釣りに行くしなっていう番組を2人でやってますし、でゲストさん、まあ、プロのミュージシャンだったり女優さんだったりいろいろして一緒に釣りに行ってるんですけども、よかったので釣りに行くしなっていう、その曲で、そのオープニングで歌ってる曲をさっちゃんに歌詞を書いて僕が作曲した曲があるんですけども、それをやりたいなと思います。釣りに行くし、テレパシーというか口ばくだと最近分かりますし、
だからやっぱりなんか聞こえなくてもなんか楽しんでる姿をメインから楽しんでる姿を見せたいなと思って釣り番組を始めたのがきっかけで、釣りを多いとき週に3回と4回ぐらい行ってますけど、それぐらいしか、それぐらいしか、いつまでも笑顔でいたいなということで、この曲がぴったりになるということで、あと藤本さんがいつもこの曲に教えるし、この曲がやるなと思いまして、この曲でいきたいと思います。坂井氏は、坂井レジェンドさんという、坂井中本さんという、婚活の会社があるんですけど、そこのテーマ曲になっている曲で、踊る曲で、スマイルと言います。